では続きまして、鹿島アントラーズ2020年シーズンの新監督、新加入選手の紹介に移らせていただきます。小泉社長から今期より新たにアントラーズファミリーに加わる監督、選手を紹介させていただきます。はい、冒頭に触れましたように、2020年シーズンは、新たな監督、計11名の新しい選手、スタッフも大幅に入れ替わりました。このチームを高みへ押し上げてくれるメンバーが揃ったというふうに確信しております。アントラーズに加わった新たな戦力を私の方からご紹介させていただきます。ゴールキーパー山田太一、ミッドフィルダー松村雄太、ミッドフィルダー荒木亮太郎、フォワード染野樹、ミッドフィルダー奈良樹、ディフェンダー杉岡大輝、ディフェンダー長戸達也、ディフェンダー広瀬陸人、ミッドフィルダー泉龍二、ミッドフィールダーファン・アラーノ、フォワード・エベラウド、監督ザーゴ、さあ2020年シーズンの新監督、新加入選手が勢ぞろいいたしました。監督、選手の皆さん、それでは椅子にお座りください。では小泉社長、改めて皆様のご紹介をお願いいたします。はい、
ではまず私の方からですね、新監督からご紹介させていただきます。アントニオ・カルロス・ザーゴ監督です。現役時代はサンパウロ、パルメイラス、サントス、エースローマの世界的な名門クラブに加え、日本でのプレー経験もございます。指導者としましてはブラジルのパルメイラスやインテルナショナルでの監督を務め、エースローマやシャフタールドネツクなどアシスタントコーチも務めました。今期のクラブの強化方針の根幹は、自分たちからアクションを起こして主導権を握るスタイルの構築です。その実現のため、ブラジル並びにヨーロッパでも経験のあるザオ監督を招き、クラブとしましても大きな期待を寄せております。続いて新人の4選手です。まず山田大輝選手です。身長190センチというメルガレタ体格に加え、安定したハイボールとセービング処理を誇るゴールキーパーでございます。鹿島ユース出身で各世代別の日本代表にも名を連ね、ゴールキーパーとして高い経験値を備えています。続いて荒木亮太郎選手です。足元の高い技術と戦術が持ち味のミッドフィルダーです。ドリブル、パスを効果的に使い分けながらゲームを組み立て、攻撃的センスはアヒボンなものを持っています。次に松村優太選手です。スピードを生かしたドリブルが最大の武器で、13日まで行われました全国高校サッカー選手権では静岡学園の中心選手として優勝に大きく貢献しました。ボールタッチも柔らかく、サイドを主戦場にこの能力でチャンスを作り出します。続いて染野五木選手です。安定感のあるポストプレーと空中戦の強さで攻撃の起点となる万能型のストライカーです。アントラーズ筑波ジュニアユース出身で足元の技術も高く、両足から正確なシュートを放ち、ゴールを獲得することができます。次に移籍で加わった選手たちをご紹介させていただきます。はい、いずれもですね、即戦力となる選手が加入したというふうに考えております。まず奈良辰樹選手です。1対1での守備能力並びに球際の強さが特徴のセンターバックです。ピッチ上では投手を前面に出してプレーします。アントラーズの伝統の背番号3を背負い、今季はディフェンスの中心選手としての活躍を期待しています。続いて杉岡大樹選手です。力強いドリブル、粘り強い守備、正確なクロス、いずれも高い能力を誇る左サイドバックです。アンダー23日本代表の中心選手でもあり、アントラーズの生命線であるサイドバックをですね、そして、安定感をもたらしてくれるというふうに確信しております。続きまして長戸勝也選手です。左足の正確なキックが特徴の左サイドバックで、昨シーズンは J1 のアシスト王に輝きました。タイミングの良い攻め上がり、セットプレーのキッカーとしても多くのチャンスを生み出すことができます。次に広瀬陸人選手です。積極果敢な攻撃参加を持ち味とする右サイドバックです。上下動を厭わない運動量、身体能力とクロスの質も高く、サイドバックとして攻守にわたって活躍してくれると期待しています。次に泉龍二選手です。高い技術を誇る攻撃ミッドフィルダーで、前線で決定的なチャンスを作り出します。ドリブル、パス、シュート、いずれもレベルが高く、ボランチなど複数のポジションをこなす器用さも兼ね備えております。続いてファン・アラーノ選手です。中盤から精度の高いラストパックス、切れ味の鋭いドリブルで攻撃の違いを生み出すミッドフィルダーでございます。特にアジリティの高さは日本人にないものを持ち、試合を決める多くのアシスト、ゴールを期待しています。最後にエベラウド選手です。安定したポストプレーとゴール前で決定的な仕事をするセンターフォワードです。空中戦の強さだけでなく足元の技術にも優れ、
前線の中心選手としてチームを牽引してくれるというふうに期待をしております。以上、監督及び選手計12名の新たなアントラーズファミリーとなります。はい、それではここで監督選手から一言ずつ皆様にご挨拶申し上げます。まずはザーゴ監督、よろしくお願いいたします。Bom, primeiro agradecer o Kashima pela confiança que colocaram e vão colocar no meu trabalho, né? Eu acho que é sempre importante você ter o respaldo por parte das pessoas, e principalmente aqui no Japão sempre foi assim. E o que a gente espera para esse ano é conquistar títulos, né? O Kashima tem uma história muito bonita no Brasil. Se você perguntar para qualquer brasileiro dos clubes que tem aqui no Japão, o Kashima é sempre o primeiro. Então a gente espera honrar essa tradição, conquistando títulos e, se possível, também apresentando um bom futebol, que é sempre aquilo que a gente procura trabalhar e a gente espera que se concretize em campo. まず、クラブから、信頼を置いて、この機会を与えてくれたことに関して感謝しています。自分自身は一生懸命やっている中でそう評価、していただいたら、非常に、嬉しいし、あとはそれを結果に結びつけなければ、いけないかなと考えています。アントラーズといえば、ブラジル人が、歴代のブラジル人が作った歴史があって、ブラジル人であればブラジルで日本のクラブといったら、迷わずみんな鹿島アントラーズと、答えるでしょうと、それぐらい鹿島がブラジルで知られているクラブであって、その歴史に、恥をしないように、また新たな歴史を、刻むことができればなと、考えています。また、クラブの伝統である、最多タイトルホルダーその部分をまた多く増やすということを、ね、目指してやっていきたいと考えていますし、また自分の考える指導のもと、いいサッカー、華麗なサッカーをするということを、ね、それも含めてピッチの中で実現することができればなと考えています。ありがとうございました。では続いて選手の皆さんですが、山田選手から順にお願いいたします。ユースから昇格しましたゴールキーパーの山田大輝です。1年目の今年から試合に関わってチームの勝利そして優勝に貢献したいと思います。よろしくお願いします。荒木選手お願いします。東高校高校から来ました荒木亮太郎です。1年目から少しでも試合に絡んでいけるように頑張っていきたいと思っています。よろしくお願いします。静岡学園高校から来ました松村板です。1年目からしっかり結果を残してタイトル獲得に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。少子高校から加入しました染野英輔です。今年はしっかりタイトルを取れるようにそして自分がチームに貢献できるように頑張るのでよろしくお願いします。川崎フロンターレから来ました成田月です。このクラブの伝統に恥じない、まずしっかりタイトルを取ることと選手としてしっかり成長してこのクラブの中心選手となれるように頑張るので応援よろしくお願いします。湘南ベルマーレから加入した杉岡大輝です。チームの代表となるような選手になれるように頑張るので応援よろしくお願いします。続いてエベラウド選手お願いいたします。Muito feliz de estar aqui, recebendo essa oportunidade do Kashima. Eu espero dar o meu melhor para que no final da temporada nós conquistamos os nossos objetivos e eu tenho certeza que a gente vai conquistar e vai ser muito feliz. この機会を、非常に嬉しく思っています。もう自分の最大の、力を発揮して年末になった時には、チームがあるいはクラブが持っている多くの目標を達成できることを願っています。
Estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, agradecer a oportunidade ao Kashima. Já venho treinando para poder corresponder à altura dentro de campo, à altura do Kashima, e que nós possamos ser muito felizes esse ano com títulos e eu podendo ajudar da melhor maneira possível. まあ、もうすでにあの練習は、していて、やっぱり徐々にそのアントラスというクラブのことを僕は理解していますし、まあ、その練習ももっと、自分の質を上げて、まあ、クラブの目標というものを、ね、少しでも僕の、武器で、貢献できるように、できればなと考えています。名古屋グランパスより加入しました、泉龍二です。今シーズン全てのタイトルを取るために来ました。そのために自分の力を試合の上で貢献できればなと思います。よろしくお願いします。横浜 F マリノスから来ました広瀬陸人です。すべてのタイトルを取れるようにピッチ内でもピッチ外でもチームのために貢献したいなと思います。ベガルタ仙台から来ました長戸克也です。選手としてまずこのチームでこの環境で成長できると思い移籍を決断しました。4つのタイトルを取るために日々集中して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは時間も限られておりますので、まずはクラブオフィシャルマガジンフリークス編集者より代表質問を行います。お願いいたします。フリークスの池田です。よろしくお願いいたします。まずザーゴ監督に、話を聞かせていただければと思います。まずアントラーズへ加入して今の率直な気持ちを聞かせていただけますか。よろしくお願いします。Bom, a gente procura se integrar o mais rápido possível, até porque nós não temos tanto tempo para o primeiro jogo, né, que já é o jogo importantíssimo que nós temos logo de cara. Conseguir a classificação para a fase de grupo da ACL. Então, a gente vem trabalhando muito para se integrar o mais rápido possível à estrutura, aos jogadores, né, à diretoria, a tudo aquilo que envolve o clube no dia a dia. Fizemos uma excelente pré-temporada, os jogadores se esforçaram muito para se integrarem o mais rápido possível dentro daquilo que nós queremos. Então, a preparação para o jogo, talvez em relação aos dias que nós temos para treinar, não seja o ideal, mas o mais importante vem sendo a disposição e a vontade dos jogadores em o mais rápido possível se adaptarem ao meu estilo de jogo. でまあ、僕自身は期待喜びを、味わうよりはもうすぐに僕は仕事を、しっかりとしたいという気持ちでいましたしで、まあまあ、理想の日数ではないんですけど、まあ、大事なプレーオフの試合があるわけであって、それを、突破しなければ一つのタイトルを失うわけであって、まあ、まず結果を、出してグループリーグに参加することができればなと思っています。まあ、クラブ全体にまつわる、いろんな部署フロントを含め、まあ、融合するようにいろんなコミュニケーション意見交換を、していますし、まあ、一日でも早くこの環境に慣れてクラブに慣れて、周りも慣れてもらって、自分の発揮できるその仕事というものを、ね、示すことができればなと思っています。まあ、素晴らしいキャンプを、できましたし、でまあ、その中で、まあ、少しでもチームの形を、作ることが徐々にですけどできたんではないかなとは考えています。まあ、幸い、僕にとって、誇りに思うことは選手たちが非常に意欲的に、取り組んだこと、それは今後の見通しとしてこの意欲のまんまできたらもっと素晴らしいサッカーを、お見せすることができるんではないかなとは思っています。早速5日後に ACL のプレーオフを行われます。どんなフットボールを見せたいと考えていますか。教えてください。Bom, importante que não só eu como todos os jogadores, né, quando você senta numa mesa como essa e você ouve sempre
falar em títulos, então não é só o pensamento para esse jogo, mas para o resto do ano, em fazer sempre o melhor e em conquistar títulos, né? Eu acho que uma equipe importante como é o Kashima não pode ficar muito tempo sem ganhar títulos, até porque o torcedor sempre tem sede de títulos e a gente trabalha muito em cima disso. Mas para o dia 28, como eu disse antes, talvez em relação ao número de dias, não tenhamos o tempo certo para que a gente possa, né, para que a gente pudesse se preparar bem para o jogo. Mas por tudo aquilo que os jogadores estão fazendo no dia a dia, pela vontade deles em melhorarem cada dia mais, nós vamos chegar, acredito na mim, que no momento ideal para esse jogo, e vamos tentar fazer de tudo para conseguir a classificação para a fase de grupos, né? É o jogo mais importante que a gente tem pela frente. Nós estamos nos preparando para esse jogo sem pensar no restante do campeonato, então esperamos fazer uma ótima apresentação, jogando dentro de casa, contando com o apoio do torcedor, para que a gente possa passar a próxima fase. まあ、先ほど述べたように、理想の、チームを作るための時間は、ないわけであって、まあ、ただそこに助かる部分というのは選手たちが日々、練習の中で見せる意欲、あるいはその伝えたものを要求したものを、まあ、できるだけトライして成功させようというその意欲というのはもう非常に素晴らしいものであって、まあ、あの 100% の状態ではそのチームとしてのオーガナイズという部分に関しては 100% ではないと思いますけど、まあ、あの今できることを精一杯みんなでやり遂げて、今そのこの壇上に立って会見をしている中で全員がやっぱりタイトルという言葉をしてあの話しています。まあ、これはアントラスというクラブがあの常にタイトルを取らなくちゃいけないということをね、全員が理解していると思いますし、選手たちとともに、この28日の一つのタイトルをかかった試合、まあ、あの結果としてはただグループリーグに、入るということを言われるかもしれないですけど、タイトルはタイトルであって、僕はそれを何が何でも成し遂げたいし、まずこの試合に全員でもまず集中しようと。でその突破ができてきたら、もう少し違う段階で違う状況で、チーム作りという部分を、もう少し固めることができる余裕というものはね、出てくるので、それでみんなでそこからはまた違う、取り組み方、集中力で、やっていきましょうと話は、しております。ありがとうございます。全選手に質問です。アントラーズで加入して率直な気持ちを聞かせてください。よろしくお願いします。全選手ということですので、では山田選手から先ほどご挨拶しました順番にお答えいただければと思います。まず小さい頃からの夢であったプロサッカー選手になるということで、そのキャリアをこの鹿島アントラーズという素晴らしいクラブで始められたことをすごく嬉しいし誇りに思っていて、今まではアカデミーの中で守られている立場でプレーだったり生活をしていたわけですけど、これからは一人の選手の前に一人の社会人として自覚としっかり責任を持ってピッチ内外で過ごしていきたいと思います。まず鹿島アントラーズに加入できて本当に嬉しく思っています。またここから一つのスタートとして今後頑張っていきたいと思っています。まずサッカーを始めた頃からの夢であるプロサッカー選手のキャリアをこの素晴らしい鹿島アントラーズというチームで始めることができてすごい光栄に思っています。常にタイトルだったり結果を求められるクラブだと思っているので、そこに少しでも貢献できるようにしていきたいと思います。まず鹿島アントラーズという素晴らしいクラブに加入できたことはすごく嬉しいし、その中で自分が目指しているものっていうのをここで成長の糧になるように頑張っていきたいと思っています。
日本で一番タイトルを取ってるクラブに必要とされたってことはすごい光栄なことですし、今後そのタイトル数を増やしていかなきゃいけないっていう責任感だったり、そういうもので今は身が引き締まる思いです。伝統のある素晴らしいチームに来れたことを嬉しく思いますし、まあ、常に本当にタイトルを取っているイメージが僕の中にもあって、やっぱり僕もこのチームでタイトル獲得に貢献したいという思いがあって選ばせていただきました。頑張ります。 Obviamente eu estou muito feliz e realizado de estar ingressando ao clube como o Kashima. Então, estou procurando me adaptar o mais rápido possível aos jogadores japoneses, até por conta do idioma, que é um pouco difícil para mim. Mas eu tenho certeza que, num curto espaço de tempo, a cada dia que vai passando, eu vou melhorando. E assim, junto com meus companheiros, nós vamos conquistar os objetivos que são os títulos para esse ano.非常にこのようなクラブに加入できたということは非常に嬉しく思っています。まあ、まず僕はもう、周りの日本人のチームメイトに早くなれなくちゃいけないし、特徴をつかめなくちゃいけないという状況で、まあ、唯一難しいことというのがやっぱり言語のところであって、それ以外はやっぱり頑張ればなんとかできると思うので、お互いに助け合って、今シーズンの目標すべてを達成することができればなと思っています。Obviamente, eu estou muito feliz de estar aqui, honrado também por estar vestindo essa camisa do Kashima, não só pelo que ele representa aqui no Japão, mas no mundo inteiro. No Brasil, o Kashima é muito conhecido e eu fiquei muito feliz. E agora estou vestindo essa camisa, espero me adaptar o mais rápido possível aos treinamentos, aos meus companheiros e ajudar da melhor maneira possível.Vestir essa camisa é uma responsabilidade grande, eu sei disso, mas eu espero ajudar da melhor maneira possível e conquistar os títulos esse ano. まあ、非常に打診を受けた時から僕は、嬉しくて、こうやって皆さんの前に立って、光栄に思っています。まあ、本当に、こういうビッグクラブの袖を通すということは非常に、責任を、ありますし、まあ、チームメイトともにタイトルを取ることが、自分なりのやり方で貢献できればなとは、思っています。まあ、まず自分がやらなくちゃいけないことは、もう早く日本の生活だったり、環境、練習メニュー、チームメイトになれるということが一番即決にやらなくちゃいけないことであって、まあ、それをやなれれば、おそらくいい結果を出してこの歴史に恥はない形になるのではないかなと。まあ、ブラジルでは日本のクラブで言えばアントラスであって、これは僕はブラジルだけではなくて世界中にこのアントラスというクラブは知られていると思うので、まあ、その歴史をもっと大きく強くするために貢献できればなと思っています。まずこの伝統ある鹿島アントラスの一員になれたことを嬉しく思います。タイトルを取るために日々の練習もそうですし、生活もそうですし、すべてを、そこに捧げたいなって思います。伝統ある常勝軍団鹿島に、来れて、嬉しく思います。常に、勝ちを求めなきゃならないですし、タイトルを取らなきゃいけないっていう、義務があると僕は思ってるんで、そのプレッシャーの中でサッカーをできることが自分にとって幸せに思います。このような場に来れて素直に嬉しく思いますし、ありきたりな言葉にはなりますが、本当にこのチームに恥じないプレーというか、責任感のあるプレーをしないといけないなという気持ちで今いっぱいです。どんなプレーでチームへの貢献を見せたいと考えていますでしょうか。よろしくお願いいたします。自分の特徴はカウンターのキックやスローイングで攻撃の起点になることなので、そこを練習の中で磨きながら、そして試合でそれを出せるようにしていきたいと思います。
自分の持ち味はキックを生かしたプレーなので、まあ、そういったプレーを生かしていきたいと思っています。自分のストロングポイントであるスピードに乗ったドリブルで、シュートやアシストなどゴールに直結するプレーをしていきたいと思います。自分の持ち味はシュートであったりパスであったりっていうプレーなので、そういったところを見てほしいです。僕はセンターバックなので、まずは目の前の相手に仕事をさせないこと、そして、声や姿勢でしっかりチームをまとめて引き締めていくっていうところは責任を持ってやりたいなと思います。サイドバックとして、まあ、攻守にハードワークをしてチームに活力を与えたり、なくてはならない存在になれるように頑張りたいと思います。 Bom, as minhas principais características são a potência, a força e a finalização. E juntando tudo isso, o meu principal objetivo são sempre os gols. Então eu pretendo ajudar o time dessa forma, fazendo gols. まあ、自分の特徴は、パワーと瞬発力と決定力という部分になってくるので、まあ、自分自身はゴールを求められていると考えているので、まあ、チームをゴールで助けることができればなと思っています。 Bom, minhas características são a dinâmica de jogo, que eu espero ajudar a equipe com a dinâmica, dando as assistências, que o último passe para o atacante, que eu acho que é a minha maior virtude.E espero ajudar com gols também, que eu gosto de chegar à frente e sempre fazer gols. まあ、自分の特徴というのが、機動力であって、まあ、その機動力の中で、ラストパスというのが非常に自分にとっては武器だと思っているので、まあ、そのラストパスを、フォワードに、手助けになるようなパスを、出せればなと思っています。もう一つはやっぱりゴール前に、行くのが好きなので、得点という形でも、貢献することができればなと思っています。まずはチームの勝利のために、攻守においてしっかりハードワークをすることもそうですし、自分の特徴であるドリブル、シュート、パスというすべてを使って、得点に多く関わりたいなと思います。自分は特徴という特徴はあんまりないと思っているんですけど、まず基礎であるやっぱ戦うというところを、ピッチ内で、表現できたらいいなと思います。僕も決してうまい選手ではないので、まずは泥臭く体を張るというところをプレーの基本にしていますし、まあ、去年10個アシストしたのは全部左足で、そこに特徴があるので、そういうところでチームの勝利に貢献できたらなと思います。